はい、どうもケイジです。本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、今日受けるクエストはね、の前にどうですか、サポート仲間さん2人、並んでますけど、もう今日は妖精さんを2人ね、連れてきてる。もう妖精さんですよ。まあ見てください、これ素晴らしいね。キレね、この2人ということで、まああのもう一人ももちろん妖精さん、あら、いやいやいや、妖精さんですよ一応ね。あの僕から見た感じ妖精さんですよ。ということで、こういうサポート仲間さんたちで、やりたいクエストはね、今日何をやるかというと、一応クエスト紹介されてはないんですけど、ドラゴンクエストにはね、あのメインストーリーの他にいろんなクエストがあるんですけども、こういうね、いわゆる無限編クエストと呼ばれるクエストも、まあ無限編クエストと言われるクエストとか、あとバージョン1の頃に実装された、神話編クエストというのがあって、それどういうものかというと、生放送、先日生放送やった時ちょっと話したことあるんですけど、8人パーティーの、で行く、クエストというのがあります。8人パーティーには8人それぞれ行くんじゃなくて、要するに4人パーティー、4人パーティーの4人パーティーが2組ということで合計8人で行く、クエストというのがあるんですけども、まあそれは、その、神話編クエストずっと進んでいって、いわゆるボス戦の時に8人でやったりとかするんですけども、無限編クエストもそうなんですけども、まあそういう8人パーティーのクエストというのがあります。で、バージョン1の頃に、出た神話編クエストはね、もう今4人でも、バージョン1の頃、まあ上限レベル上限解放がね50とか60とか、70とか、まあいくつか忘れたけど、その辺の時のクエストなので、今レベルカンストってレベル93じゃないですか。まあそういう前のクエストなので、でも、一応期間限定のクエストと名がついてて、今も、期間限定なんですけども、今もずっと、好評なのでずっと続いてるクエストが、あるんですけども、それをね受けに、この落葉の草原、今崖っぷち村というところに、崖っぷち村ね、もう本当にこう荒らされて、もう本当にこう何もないような、こういうね何もないような村なんですけども、ここに来てます。で、これなぜこういう町になってるかというとね、もうボロボロじゃないですか、こういうのもね、荒らされてる、燃やされてるね、燃えかすとかしてる、こういうところもね、もうほんと、ね、こういうところもね、痛々しい限りの町なんですけども、これどういうことかというとね、なんでこうなってるかというと、実はね神話編のクエストの、序章プロローグというのは、実は僕の動画の、パート55で、ドラクエ10アップロードしている動画のパート55で、レベル50の上限解放クエストというのをやったんですけども、その時にね、ドラクエファンなら知ってるエスタークという、ボスキャラの、ムービーがあったんですけども、まあ、それの序章、それの本編ということになります。まずねその時に、まあ、もう一度そのムービーからちょっとお見せしたいと思うので、まずはそのムービーを、とりあえず先に、まあ、パート55でも上げてますけども、わざわざまたパート55皆さんに見直してくださいっていうのもあれなんで、ここでその動画をもう今一度お見せしたいと思うので、まずはその動画皆さん見てください。それではどうぞ。さあ、まもなく落葉の草原に入ります。あ、そっか、ムービーがあるのか。これ今からムービーがあるんですけども、このムービーは今回のクエストとは関係ないです。ある期間限定クエストの、プロローグといいますか、フラグといいますか、そのムービーになります。まあ、せっかくですので、迫力あるので見ていただければ。
なんだっけ、ドラゴンボールの、あれみたい、セルみたい。とうとう目覚めてしまいましたか。闇の底より来たる災いの王。滅びの運命は時を刻み始めました。私はここで戦う意志を持つ者を待ちましょう。あなたたちは五大陸の王のところへ赴き、なすべきことを伝えなさい。はい、みたいな。しっかりやられちゃいました。はい、ということで、プロローグの動画見ていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。本当にね、迫力のある映像でしたけども、まあそこで、まあ最悪のエスタークじゃないんですけど、ドラクエ10の場合は最悪の王っていうんですけども、まあ最悪の王が、荒らした結果が、まあこういう感じということになってます。で、神話編受けるクエストはね、ある少女から受けるわけですけども、このね、なんてことない、この光の川の近くにいるこのコゼットちゃんから、クエストを受けます。まあ、正確に言うとコゼットちゃんからじゃないんですけど、まずコゼットちゃんに話しかけると。お待ちしておりました。刑事様がここを訪れることは四つ毛姫のロディア様より聞き及んでおりました。四つ毛姫とはまだ誰も知らぬアストルティアの明日の姿を告げるもの。ロディア様はその主導者であるお方。刑事様、あなたが願うのならロディア様のもとへご案内いたします。今すぐ参られますか、ということで、今からロディア様のところに行ってクエストを受ける、まあ、本編に入っていくこととなります。本当神話編ストーリーすごいいいので、楽しんで見ていただけたらと思います。じゃあロディア様のもとへお願いします。かしこまりました。それではしばしの間目を閉じていてください。何やら怪しい空間に
ワープさせられたわけですけども、ここにロディアさんがいます。私は四つ毛姫の主導者、導きのロディア。あなたの訪れをお待ちしておりました。このアストルティアの存亡を脅かす存在が光の川から現れました。あの者の正体は古き神話に歌われし最悪の王。あの者はただ破壊の限りを尽くすのみ。このままでは人々は死に絶え、アストルティアは滅びを迎えるでしょう。神話の時代を記したグレイナル叙事詩には、こう伝えられています。最悪訪れし時、天の使い大地に舞い降り、世界に希望の光を照らしたと。その者は王者と呼ばれし存在。最悪に立ち向かう者はその王者の力を受け継ぎ、時の王者となる必要があるのです。かつての王者は今はある遺跡で、その力を継ぐための王者の試練を受ける者の訪れを待っています。そして全てのキーエンブレムを持つ刑事様ならば、きっと王者の力を受け継げましょう。お願いです、刑事様、世界を最悪から救う新たな王者となるための試練に挑んでいただけませんか、ということで、まあ今ちらっと言ってましたけど、全てのキーエンブレムを持つということで、キーエンブレムを10個、して、キーエンブレムを10個し取得、キーエンブレムを10個取っておく必要があります。キーエンブレム10個取ってないとこのクエスト受けられないんですけどね。勇気ある決断に感謝いたします。では早速王者の試練のための準備をすることにいたしましょう。試練の場はドアチャカ大陸ゴブル砂漠西、その南側の竜巻に包まれた遺跡です。私もすぐに参りますのでお迎えください。お、これ今こうやって出るんだね。今すぐゴブル砂漠西にある商人たちのテント行きますか。はい。でゴブル砂漠西の南にある竜巻に、竜巻にどっちから行けばいいんかな。こっちから行こうか。あの王者の座って地図のね、南の王者の座って書いているところ、そこに行きます。そこですね。竜巻がの真ん中の遺跡。アスカラベキングがうようよ。まあ、ここに来いと言われたんですけど、ここはですね、入れないんですよ、竜巻で。入れない。これ以上進めない。これ以上進めない。ね。わ、ドラゴンゾンビとかいるわ。入れない。これ以上入れない。なので入れるところはここなんですね。この入り口、こっからだといける。この遺跡こそ試練の地、王者の座。決してやむことのない竜巻に守られて、イク星屑のイクセンクズ、イク星屑の時代を得てきました。あ、星屑じゃなくてあれ、霜だな。星霜、イク星霜、わかんないけど、この遺跡に入ることができるのは全ての王者の
武具を身につけた者だけです。王者の武具を身につけた者だけ。王者の武具は五大陸にある各種族の王家、グレン、メギストリス、ベリナード、カミハルムイ、ドルバームに伝わっています。四つ毛の姫たちが各国の王家へ伝えています。それらの国をお尋ねになれば王者の武具のありかを知る者がいることでしょう。すべての王者の武具が揃いましたら最後の儀式をいたします。私は落葉の草原にて刑事様のお戻りをお待ちしています。王者の武具に身を包み私のところへお越しください。ということで、まあ、王者の武具を身につけないと入れないと、入れないので、クエストとしては受けてるのかな、受けてない、これなんかナビしてくれるものがあればいいのにな、何も書いてないというのが、何かナビしてくれるといいのだが、一回話聞いたら終わりか。ないわ。ないので、これは調べるしかない。ということで調べる。まずグレンに行く。うん。じゃあ、各五大陸の、グレン、メギストリス、ベリナード、カミハルムイ、ドルワーム、この五大陸で、五大陸5つの城で、王者の武具が、ね、武器と防具があるということなので、それをじゃあ取りに今から行きたいと思います。ということでまずどこに行くのかな、グレンなので、ラッカラン、お、新しいクエスト紹介された。来たか、あ、来たわ、来た。あ、一回ワープしたら出てくるんだね、これ。まずこれ、じゃあね、全部期間限定クエストになってますけど、万年雪の番人、グレン城にいるバグド王が王者を持って、はい、ということで、じゃあグレンのバグド王に会いに行きましょう。はい、ということでグレンに着きました。なのでグレン城に行きます。はい、ということでグレン城着いたので、バグド王様に、この先はバグド王を追わす玉座の間、はい、刑事か、よく来てくれたな。そなたも知っての通り、とうとう最悪の王が地上に現れてしまった。四つ毛の姫から聞いたのであろう。最悪の王に立ち向かうことができるのは王者の資格を持つ特別なものだけだと。このグレンは王が最古の城、王者の武具の一つ、王者の兜もこの城に伝わっていたのだが、当時のグレン王が、不心得者の手に渡らぬようラギ草原の奥、万年雪の砦に封印したのだ。また遠いところに封印したな。
そなたが王者の兜を望むのなら協力しよう。どうぞ王者の兜を目指してみるか。はい、いきます。まず兜ね。うん、そなたの決意は受け止めたぞ。ならば少々待っておれ。バグドーは何やら伝承したため始めた。その砦の入り口はラギ草原の北東の果てにあり、ガモフという番人によって守られている。この伝承を渡せば彼が案内してくれよ。よし、今すぐ行きますかって出るかな。砦の奥にいる守護兵は並のものでは到底かなわぬ強さと伝えられているが、そなたならば打ち勝つこともできるよう。戦うの？よし、来た。今すぐ行きますか。はい。あ、今日旅芸人で来たかな。踊り子で行きたかったな、レベル上げのために。これシスターがいるから、ちょっと一回ルーラストーン登録して、あ、グレンで登録してくるの忘れた。じゃあ一回登録して、それで転職行こう。転職。踊り子。今ね、踊り子のレベル上げ、踊り子のレベル上げ縮めて踊り上げって言おうとした。踊り上げしてるので、踊り子に転職していきます。ということで、ラギ草原にじゃあ入っていきますよ。草原の廃墟どっちに行けばいいのかな。どっち？あ、ラギ草原でいいのか。はい。じゃあちょっと遠いけど一番上だったね。右上。右上に向かいます。どっちから行こう。まあ、右からだな。よし、そろそろ着くな。この人かな、ガモフ。私は万年雪の番人ガモフ。数百年にわたる一族の使命のためにこうして次の時代の王者を志す方を待っています。ガモフに爆動王の伝承を渡しますか。はい。これは爆動王の伝承か。おお、おお、ついにこの日が。この役割を果たすことこそが我が一族の悲願。早速万年雪の砦でご案内いたします。準備はよろしいですか。準備はよろしいですかっていうことは戦うってことだよね。はい、では参りましょう。砦の入り口までお送りしますので、お戻りの際は扉をお調べください。よし。このマップは40分後に消滅します。あ、こんな、なんか、迷宮、魔法の迷宮みたいな感じだったっけ。あ、もう覚えてないな、ほんと。
おっと、わ、これは、ここにいる魔物を全部倒さないといけないんですよね。お、宝箱。聖水3個。これドルボード乗れない、なんか乗れないね。宝箱あるね、向こうに。OK。 魔物の気配すべて消えた。次の階に進む。扉の封印が解かれたということ。よし、小さなメダル。条約書いらねえ。ここは1匹だけかな。1匹だけだ。これ何回まであったかな。5回ぐらいまであるのかな、普通に。今3回。Thank you.
金塊、うん、3000ゴールド。そんな強い敵じゃないので全然気にしなくていいとは思うんですけど、一応ね40分間という40分だっけ60分だっけ40分か40分という時間制限があるので、まああんまりねゆたーっとしてたら間に合わないこともね。いないのかな。このフロアにはいない。さっきも言ったように時間決まってるので、40分という時間決まってるので、一度通ったところの敵を見逃さないようにしないとですね、そのフロアの敵を全部倒さないと次のフロアに行けないので、ね、見逃しちゃったから後戻りしないといけないみたいになると時間のロスになっちゃうからね。OK、 全部倒した。この感じは、結界の氷殿、結界の氷殿、うん、これボスかな。よ、じゃあ強いでいきます。氷殿の守護兵、
たけび、おたけび。刑事のもとに天から光に包まれた武具が降りてきた。刑事は王者の兜を手に入れた。うん。よし。で、バグドーに報告しよう。バグドーのところに行くのか。ここは天井あるから、ルーラー、こっからルーラーとかできるのかな。ちょっとグレン登録してないから。あ、こっからできないのか。じゃあ一回出て、ラギ草原に出て、ルーラ。まあね、迷宮の中と同じだから無理だよね。お、来た。この人。どうやら氷殿の守護兵との戦いに勝利して王者の兜を手に入れたようですね。あなたこそ王者の器と直感してしまいました。直感していました。おかげで私の役目も終わりです。王者となる方を待ち続けた一族の歴史も私の代で幕を閉じるのですね。もうお手伝いできることはありませんが、せめてここであなたのご武運をお祈りすることにいたしましょう。ありがとうガモフ。ということで、ということでグレーンに戻ろうかな。おう刑事、なんと王者の兜を手に入れたか。だがそのままでは装備することはできん。王家に伝わる特別な術で、そなたが装備できるようにしてやろう。あ、だから戻ってくる必要があったのか。バグドーの術により王者の兜に柔らかい光へ宿った。刑事が持っている王者の兜が装備できるようになった。刑事はレッドオーブを手に入れた。はいはい。オッケー。これで最悪の王に挑むための試練、王者の座へ一歩近づいたことになる。王者の武具が全て揃ったら落葉の草原まで行ってみるといい。四つ毛の姫が待っているはずだ。ということで、よし。ということで、まあ、神話編、第1回目は、こんな感じで。で、まあ、こうやって武具をまず揃えて、で、から、まあ、序章ですね、この辺は。で、武具を揃えてから本編に入っていくんですけども、まあ、ストーリー自体はね、本当面白いので、楽しんで見ていただけたら。まあ敵は弱いですけどね、この辺の、まあ、今のレベルからしたら敵は弱いんですけど、まあストーリー自体が面白いので、また次回も楽しみにしていただければと思います。ということで、今回ここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価
それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってあります。よろしければフォローお願いいたします。それではありがとうございました。